ステリーハンターのエミリア・スカーレットです。私は今、アメリカはワシントンのキャッスルに来ています。これ世界不思議発見じゃないです。妹のフランドールです。はい、そういったことでとうとう来ました。大型アプデシーズン11。変な間開けんな。なんと今回のアプデでまさかのキャッスルコミュニティが復興してます。復興できて以来。ここは大昔にストーリーで、ブルーサンズに BC62 弾頭ぶち込まれて壊滅してたコミュニティでしたよね、多分。あまりに昔すぎて忘れてもうてますが、多分そうだったと思う。知らんけど。キャッスルが復興するって話は出てましたが、やっと拠点として復活しましたね。ちゃんと倉庫やクラフトステーションなんかもあるんで、使い勝手も良好。そしてこのポリコレに配慮した刈り上げ黒人女性が、この拠点を仕切ってるウォーリーを探せさん。ウォーリーは情報収集班のハッカーで、今回のマンハントの情報は彼女が提供してくれます。そしてその隣には、近所の装備農家さんが取れたて装備を販売している、無人販売所も完備。防犯カメラ回ってるんでちゃんとお金払ってくださいね。ともかく装備ショップが1箇所増えたんで、毎週更新アイテムの品揃えも増えたのはありがてえ。で、今回のマンハントのターゲットは、ブラックタスクのケツアゴ爆弾魔、ストーブパイプ。ルックスもイケメンだ。おっと、会話が成り立たないアホが一人登場。質問文に対し質問文で答えるとテスト0点なの知ってたか、間抜け。ニッチな7部ネタとかいらねえんで、そろそろ本題のビルド紹介始めましょう。お前がやりたかっただけやろ。今回はもちろんシーズン11で注目のエキゾリック、忍者メッセンジャーバックパックを使ったビルドを最速でご用意いたしました。これシーズンレベル90まで上げないと入手できないんで、めっちゃ大変でしたわ。でも逆に言うと、レベル上げれば確実にゲットできるんで、急いで手に入れなくてもいい人は、ゆっくりレベ上げしておけですんで。メメントと同じで、コア特性3種すべて載ってるアイテムで、特性の方はなし。タレントのリソースフルは、同時に装備しているギアセットとブランドセットのセットボーナスを、それぞれプラス1してくれるって非常にユニークな性能。これは無印ディビジョンでもあった、忍者バイクのメッセンジャーバックと同じ性能やね。で、今回のビルドは、他の5部へ全てバラバラのブランドつけて、合計10個のブランドボーナスを発動させるって、リソースフルの性能をフル活用したお願い忍者ビルドブランド効果めっちゃモテたい。上着はベルストーンで、アーマー回復 1%& キルジアーマー回復 10% の2効果。タレントの方はオブリテレートで、重機火力を最大 25% 底上げ。マスクにはプロビデンスで、接触ダメ 15% とクリ率 10% アウト。今までないがしろにされてきたプロビさんが、2セット効果でここに来て注目される予感。逆にチェスカは2セット効果が状態異常耐性なんで、クリ率上げるブランドとしては忍者ビルドでは微妙に。グローブには花うブランド採用で、スキルヘイストとスキルダメージをそれぞれプラス 10%。今回のビルドは重機とスキルのハイブリッド型なんで、スキル系のブランドボーナスも欲しいっすね。忍者バックはブランドやギアセットの効果が多く漏れるんで、ハイブリッド系のビルドはかなり組みやすいよね。ホルスターはみんな大好きピカロズホルスターで、ブラソス2部へのスキルヘイストプラス 10%& スキルクラスプラス1。実質1部位で黄色コアと赤コアも漏れちゃうんで、ピカロズは忍者バックと相性群抜。忍者バック使うなら、ピカロズも必須みたいなレベルよね。最後に膝はゴランディアで、ステータス効果プラス 10% とアーマー自動回復プラス 1%。 忍者バックのおかげで自動回復も盛りやすくなったんで、重機ビルドに組み込んで安全性増すのもあり。で、メインウェポンはハイブリッドならやっぱりこのコンデンサー。黄色盛りでも重機火力も上がるんで、火力面ならこいつ一択。サブにはインシンク付きのクラシック M1A 入れてますが、ほぼ使わないレベル。スペシャリゼーションは定番のテクニシャン、忍者、ブラゾス、テクニシャンでスキルクラスプラス3されるんで、こいつらお得すぎるぜ。スキルの方はレジェではおとり喧嘩力として重宝する、アサルトタレット先生。今回スキルクラス6なんで、硬さも火力も文句なし。もう1枠には、最強 CC スキルのアワケミを選択。ここは半盾でもいいですが、ご覧でせっかくステータス効果も出てるんで、こちらを採用。チーム貢献度的にも、アワケミの方がノラレジェだと喜ばれますし、おっし。最後に恒例のステータスチェック。武器ダメ12万弱と、ハイブリッドビルドにしてはいい数値。クリ率とクリダメも重機ビルド並みに漏れてるんで、重機ビルド並みにあれしてます。語彙力をあれしろ。防御面はアーマー130万弱に、キルジアーマー 10%、アーマー自動回復は3万5000あるんで、回復スキルなしでも安心安全。
ただ今回エリボー持ってないのと、盾もないんで、撃たれ弱いのは注意。そこは慌てみと味方の援護に甘えます。清々しいほどのクズ宣言。てい感じの万能忍殺ビルドで、忍者パワーに浸るで。オッケーガンバガンバ。今回はみんな大好きヌルレジェの、アリーナノラレジェにマッチング。難易度高いレジェンダリマップもいいんすけど、アリーナくらいサクッと回れるレジェも増やしてほしいんすよね。ベースンや動物園は野良だと時間かかるんで、気軽に行けないんすよ。こんなことより味方さんに砂垂れ使ってる人いるじゃないの。やっぱマイナースキル使ってる人見ると、好感持てます。ウォッシュワシもアサルトタレットさんで、タンクのヘイト取りつつコンデンサーぶち込んでやりますよ。このビルドの基本は前方にタレット置いて、後方から丁寧にカバー打ちする。タレドロビルドと同様の戦闘スタイル。結局レジェンダリだとこの戦法が単純に強い。前線の敵の注意はタレットが引いてくれるんで、被弾も少なくてプレイヤーも重機攻撃しやすいイニシエのレジェ戦法。もっともう一体のタンクが裏から入り込んでたんで、ここはアワケミ高速から怒りのコンデンサー近距離ぶっぱ。通常のスキルマンビルドだと接近された時に押し負けますが、CC スキルでの高速手段があると安心感が安心。コンデンサーの火力も高めなんで、アワケミからの射撃戦で重機ビルドとしてのプレイも可能。危ねえ落ちるとこやったぞ。ただやっぱり立てないと接近戦は辛いんで、イモリ気味の立ち回りが大事。だがある程度の被弾は自動回復でカバーできるんで、多少のガバプレイも許される。アーマーゼロからでもだいたい40秒弱でフル回復できるんで、A 級初心者プレイヤーにも優しいビルド。まるで成長していない。あなたのことですよ。その後4人目のエージェントも入ってきて、フルパでアリーナ内部に進行。ここは初手固まってる敵陣に、アワケミシュートでまとめて拘束。アリーナは構造的に敵が密集するエリアも多いんで、アワケミの範囲拘束が非常に輝くマップ。母敵集団が一瞬で蒸発やで。汚いな、さすが忍者汚い。だが問題は次のトリプルアーマー兵のウェーブですから。急に来た。いや何回もやってんだから来るの分かっとったやろ。ダッシュでゴーバックハウス。から今回もまとめてアワケミホールドで俳句を読め。どっちかっつうとアワケミとタレットで味方をサポートする役目のビルドなんで、攻撃よりスキルをガンガン回してこ。さらにおかわりアワケミで、タスクしすべし慈悲はない。アワケミ連続高速&タレットさんのデコイ力で、ほぼ無傷の完封勝利。こういう地味ながらスマートな協力プレイが、このビルドの醍醐味なんよ。だが重機の火力も決して低くないんで、シンプルにガンシューティングを楽しめるのも長所やぞ。実質赤コア5個分の重機火力もあるんで、打ち合いでも引けを取らないハイブリッドビルドらしい働き。そしていつの間にか砂垂れさんが、アーティレリータレットにスキルチェンジしてて、画面揺れ地獄との戦いもスタート。砂垂れさんどうして？まあ遮蔽物で車線通りにくいっていうのもありますし、レジェならポンポンタレットもある程度は許容されてる空気ありますから。ただし味方にも画面揺れエフェクトが発生するんだ。これ味方だった。アーティレリータレットは野良だとおすすめしません。その辺は自己責任で。ではちと早めながら今回の総評を。基本的なスキルと重機のハイブリッドビルドながら、自動回復もしっかり搭載してるんで、高度にバランスの取れた穴のない構成。今回は10個のブランドボーナス効果をフルに使うために、アワケミとタレットの組み合わせにしましたが、スキルクラス6なんで、他のどのスキル2種を組み合わせても応用できます。忍者バッグでブランドとギアセットのボーナス効果を簡単に増やせるようになったんで、ビルドの幅が一気に広がった印象。ただ火力的には従来のメメントや、ギアセットのリュックが依然として強いんで、忍者バック一強ってわけではないです。どちらかというとハイブリッド型やバランス型のビルドで使いやすい装備だと思う。ってことで無事クリア、皆さんお疲れ様でした。ちなドロップしたエキゾはビッグホーンでした。もう持ってるんでこの後エキゾ素材になりました。ともかく忍者バックでビルドの幅広がリングなんで、まだ取ってない人はシーズンレベル90までガンバガンバ。ではまた次回。